司法書士の重森です。大阪市内出張無料で司法書士をやっております。相続が発生した時にどの専門家に頼んでいいか困ることがありませんか？税理士、弁護士、司法書士、信託銀行とかの銀行、どこに頼んでいいかわからないという方が結構たくさんおられます。例えば税理士に頼む場合、その相続税の申告が必要な方でしたら、やはり税理士さんに頼んでまずは窓口になってもらってもいいかと思います。しかし皆さんに相続税の申告が発生するわけではなく、例えばそうですね、今だとまあ3000万、4000万ぐらいの財産だと相続税の申告が発生しない方が多くおられますので、そういう場合には税理士さんのところに行っても解決するということにはなりません。で、次に弁護士さん。弁護士さん、相続の窓口になってくれますし、いろいろやってくれますが、まあ一般的にこう費用がちょっと高いというところがネックになるかなと思われます。で、次司法書士、まあ私も司法書士なんですけども、まあ大体こうお亡くなりになられた方って自宅を持っている方が多いと思いますので、その自宅の不動産の名義の変更は登記と言われるもので司法書士しかできませんので、まあ司法書士に頼めば、まあ弁護士さんよりは費用もお安くなりますし、一番いいかと思われます。また信託銀行とかに頼んでも、まあ一般的にいわゆるこう費用は高めになりますの で結局こう不動産の登記とかなると、また司法書士に頼んだりとかっていうことになりますので、まあベストの選択を考えてしていただけたらと思います。司法書士の重森でした。